何親みたいなこと言ってんだよ。あなたのお父さん亡くなったの。車も経営も知らないお前が何をやるんだ。だってこのままじゃみんながお店残せんですかね。お願いします。お願いします。お願いします。俺らでラリーに出ていなくてもちゃんとやれてるんだってアピールしましょう。ラリーですよ。ラリー。人生はレースだ。道から外れたら戻れない。兄さん、俺たちが出るのはレースじゃなくてラリーだから。ラリーっていうのはどんなにボロボロになっても転んでもまた元の場所に戻ってくる。人生はラリー。私はこの街が大好き。やっとやりたいことが見つかったんだよ。美穂、もう一回チャンスくんないかな。